この時間はファン待望のフレンドリーマッチ、バイエルンミュンヘン対アーセナル。本日の試合解説は元日本代表北澤剛さんをお招きしています。北澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて北澤さん、今日は楽しみな一戦ですね。はい、両チームいいところ持ってますからね。まずはどんな立ち上がりになるか、その辺に興味ありますよね。最初はそういったところに注目していきたいですね。そうですね。バイエルとしては特にトップへつなげるまでの流れでいろんなことをやってみるかもしれないので見ものですよね。なるほど、今日そういったところも見どころになるかと思います。さあ、選手の入場です。ご紹介はありましたが、今日の1分間はどんなことを入場します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゼロベルク10番のプレイヤーです。さあ、まもなく試合が始まります。さあ、キックオフ、試合開始です。とここで抜けていく。これは長すぎました。空中での競り合い、おっとスペースに出した。さあ、抜けてきましたね。サイドから行く、重たいボールの奪い合い。競り合った、あっとタイミングが合わない。大きく競った。よく守りました。一度下げます。縦に送ります。さあ、これはスペースに抜ける。あっと、いきなりチャンス。プレッシャーをかけます。これは合いませんでした。おっと、ここには誰もいない。今日は奪われた。攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。激しいチェックに行きます。左に送った。おっと、ここでファールです。守り側からすれば危ないシチュエーションでしたね。今のファール、もう一度ご覧ください。さあ、蹴るのはアン。いい位置でフリーキックを得ています。決められない。絶好の場面、もったいない。チャンスでしたよね。もったいない感じですね。競り合います。いいマークでしょ。アン、後ろに来ましたね。右に送ります。いいですね。うまくスペースを潰しました。いいプレッシャーだ。いいボールですよ。シュート、大歓声に包まれます。それにしたい。アイアン、先制ゴールで1点を得ています。アイアンとしてより慎重にボールを回していきますよね。落ち着いてプレーするというかね。そうですね。エビー、ディフェンダーとしてプレーします。中盤とシュータッチを割りました。ラストタッチは中アイ。イエス、小さく出した。エブー、前へゆっくり送ろうという場面です。自分で持っていく。いい決めました。スペースを使う。さあ、ここに動いた。いいマークでした。後ろからチェック。後ろからのマーク。シ
シュートに行く。おっと、低く丁寧に蹴ってきました。いい弾道だったんですけどね。左にさばいて、イエス、横に運んでいきます。イエス、必要なチェック、プレッシャーを与えます。小さく回します。カットします。大投げ、大事なところ、取り返した、取りました。おっと、今のところ1点リード。だんだんとこのチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっていませんか。ちょっと奪われがちですよね。味方がいないところへ流れたと、そういうんです。バイオ1対0でリード。まだ勝負は分かりません。右サイド、いいことですね。ちょっと合いません、繋がりません。今行ける、ここで奪い合う、仕掛けてきた。あっといいですね。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。アーセナル、今一つ思うように攻めきれていません。これは長すぎました。うん、皆さん、はい、どうぞ。ホーム側なんですけど、もっとボールを回していくというような手振りをしていました。はい、ありがとうございます。さあ追い上げたい、チャンスになるか。ピソン、いいとこ出ました。これは繋がらない。縦にボールが出て、アデバイオ攻め合った。これはファウルの判定。これはね、やはり抜けるのが気持ちいいんですからね。フィスティング、いや、キーパー届きましたね。左からのコーナーキック、ここは何としても決めたいところですね。さあ、これは入ってきた。再びコーナーキックです。打ったらすぐ動かないといけないためですよ。中を狙ってくる、もう一度コーナーになります。どう攻めてくるんでしょう。中に入れる、ヘッド、あっと外れた。結構いい形で出てきたんですよね。本当に絶好機でしたね。素晴らしいコンビネーションを見せたのはアーセナル。ジューベオトシウマ、デミチェリス、詰め寄られた。リュンベリ、されていました。同点のチャンス、シュートが来た。惜しいですね。デミチェリス、詰め寄られました。うん、いいボールですよ。果敢に奪いに行きます。ジューベルトシウマ、これは合いませんでした。少し出して回してアンド、いいチェックですね。リエ、リュンベ、セス、ここからリュンベ、うまく決まりました。プロトゥンベ、ローレンゲート、これを返して競り合います。中がちょっと寂しい、ルーシュート、キャッチできない、ピンチを逃れました。ロビンと思います。さあ、取ったのは、ここでファールです。やはり抜けるとチャンスになることですからね。ここはなんとクリアです。さあ、クリアしたボールをまた拾う、ダイレクトで出す、もうホイッスルだ。後ろからのマークチェックに行く。さあ、一人で上がっていきます。ちょっとここで時間を止めました。イエローカード、アーセナル、ここからの直接フリーキック、浮き球、ここ止められましたけどね。これでいいと思うんですよ。はい、いい形でしたが、ここはキーパーキャッチします。一球の叩く、さあ競っていく、シュート、左足、おっと、ポトゥンベ、いいバーでした。右から上がっていく、これは長すぎました。さあ、固まっている、おっと、空中での競り合い、ちょっと合いません。リュンベ、下がったボールはエフィン、後ろから押されました。
デロス、セスカ右から行きます、上げてきた、来たか、どうした、いいタイミングでしたかね。あとはフィニッシュのここだけですよね。ここはキーパーがうまく止めます。繋いでアリカリ、おっと真ん中出ましたよ、行くか、スライディング、前方ちょっとこれ読まれましたね。はい、読まれていました。前に送って、まもなく前半の30分が経過します。さあこの位置でタッチを終わりました。強い、もう一度スローインです。おお、この大きな橋は、おっと、さあ固まっている、いった、よく守ります。そしてシュートに行く、これは外れました。思い切って行ってきましたね。いい感じですよね。ああやって打っていくということがいいことですよね。さあ競っていく、これがつながらない、横へ運んでいきます。スライディングタックル。あこれ伸ばす。おっと、これを決められない。はい、クロスからそして頭で合わせるという攻めを見せてくれました。そうですね。あと少しだけで、ね、対応早ければよかったんでしょうけどね。長すぎました。チェックきついですよね。チェックに行く。再び奪い返し。後ろへ下げる。強い、これから前に向こうというところだったんですが、ここはできませんでした。頭で競り合います。リオメそこいない、競り合った、縦一本、これは動きすぎました。これはキーパーキャッチです。右に回して積極的に行きます。ボールはキーパーに戻ります。アデバイオ、うわー、ミラー、おっとミドルから狙った、いいです、狙ってきました、枠から攻めました。いやー、北澤さん、遠目から思いっきり打ってきましたね。もうちょっと前までね、持ってくるかなと思ったんですけどね。右サイド、さて前へ抜けようというところ、うわー、行きますね。最後からの攻めを見せたんですが、ここは上回れています。左へ出した、バイエル、1点先制してからなんですが、いかがでしょう。得点したからそんなに突破の動きは見られませんけども、相変わらず攻勢ですよね。アデバイオ、シェスカ、オーレンが横へ動きます。果敢に奪いに行きます。そのままシュート、アジータ、コーナーキックになります。アーシュ、このチャンスをものにしたい。これはどうか、狙ってますよ、決まった、ゴール、ジューデルとシュート、アーシュ、ついに追いつきました。コーナーからのヘディング、いやー、これも大きいですよ。いやー、これはアーセナル、ここで試合を振り出しに戻しました。これさらに攻撃に出ていかなければいけないってことですね。エブー、ここはリュンベ、これは抜けません。いいですね、うまくスペースを潰しましたよ。チャンスになるか、ちょっときついですよね。プレッシャーをかけます、右にさばいて縦にボールが出て右に出して、今前半の40分です。パスをつないでいく、競り合った、ちょっと合いません、大事なところ、
ットで出す。大きく縦へ出します。もっと上が上がっていました。まさか。なるほど。上がっています。アン。一旦返します。リターンから。イエス。エブー。セスネ。ここからリュンベ。持久力のある選手です。ジューベルトシウ。さあ、前にいるぞ。すごいですね。ボールですね。前向こうというところ。ここで奪い合う。スライディングタックル。後ろが預けた。ここはここでクリア。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めていませんでした。さあ、固まっている。ここで激しい。中に誰かいます。最後からの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。これをカット。シスカ、さあ中から行きます。お、いいですよ。決めるキャプテン。ここは一度に戻ります。アル、アデバヨ、ようやくこの2人のツートップにボールが絡んできています。しかしここは防がれました。さあワンツー、これは長すぎました。シュート、ワンスカとしての右。しかしすごいシュートでしたね。惜しかったですね。放送席、カメラさん。はい、どうぞ、岩本さん。ロスタイムは2分です。今、紹介になりました。ロスタイム2分です。さあ、前半のロスタイム。セスカ、アーセナ、ボールキープしています。右サイドから。早く盛り返したいですよね。正面を入れてきた。クリア。前方向のクロスだ。ここで、前半戦が終了します。前半は結局同点に終わりました。いかがでしたか。はい、なんて言いますか、こう際どい場面の多い前半でしたね。バイエルンとしてはいいディフェンスでしのぎ切ってましたよね。それではここまでの動きを振り返ります。前半7分、アリカリいきなりの先制点を決めています。そうですね、シュートに至るまで素晴らしいパス出ましたから、結果的に抑揚のあるリズムが生まれるんですよね。それから前半37分、ジューベルトシウバ、いや、もうギリギリのところで同点に追いつきました。ええ、そうですね、セットプレーも評価できるんですけど、蹴ったボールが他の選手に当たったと思うんですけどね。まあうまく跳ねましたよね。バイエルンとしては追いつかれて動揺してるかもしれませんけど、プレーを見る限りではまだまだ大丈夫だと思いますよ。後半どのような展開になるんでしょうか。前半戦が終わったところで1対1、両チーム同点のまま折り返します。さあ、それではハイライトシーンをご覧ください。激しいチェックに行きます。ファウルとなりました。下げて、これは通りません。おっと、このスルーパスが通りません。うん、いいプレッシャーだ。カットします。これは通りませんでした。なんとクリア。ライスがうまくコースを塞ぎます。競り合います。このまま持っていく。おお。さあ、ここに出てきたぞ。頭でクリアします。ここは誰も走り込んでいません。ヘッドで競る。ヘッドでの競り合い、そしてアン右に送って、ピサ激しいマークを見せます。出してきた。小さく待ちます。ジューベルトシウバ、ゴロトゥンベ、カウンターが来る。キーパー前へ出ました。チェックが効いていました。
右へ出した。競り合った。ここでリターン。アデバヨ。いい攻撃。さあここからは一旦外れます。さあ固まっている。うまく決まりました。ここから中央とシウマ。アン。さあ競っていく。大間たちを入れます。アーセン、セオウィンです。あっとここでイエローカードです。この前の腕に対してですよね。後ろからチェック。アーセン、ボールを回します。このパスはどうだ。これは繋がらない。いやタイミング合いませんでしたね。ボーレンゲ。大きく前方、いい攻撃、はい、また来た、危ないぞ、バイエルの足が、まあ、うまく守れてると思いますよ。左へ出す、大事なところ攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。激しいチェックに行きます。一旦返します。おっとまだ持っていく、おっと入ってきた、また打ってきた、右足決まった、2回目、後半10分です。バイエル勝利へ一歩近づくゴール、見事なキック、最後は落ち着いて決めていきました。いや落ち着きましたね。しっかりと決めてました。いいプレーだと思いますよ。一瞬体勢が見えたようにも見えたんですが、うまくバランスを取り直して決めています。さあ、ガルビアのプレーが出ています。さあ、ここで引き離そうというのはバイエル、ジグバ落とし、そしてボールはここまで来ています。おお、追いつけるか。アーセン、コーナーキックを得ました。ボール際、そこが詰まっています。さあ、ここは動いた、どうだ、入った、入った、ゴール、いやー、バイエル、また振り出しに戻されます。リュンゲル、やってきます、このとこ、これで面白くなりましたよね。でも、ポストで一番上がってましたからね。なかなか触れませんよ。そして、一旦バランスを崩します。ここで同点に追いついています。さあ、アーセン、早速ボールキープした。ジューベルトシウ、短く続きます。しっかりチャンスを作る、行ってきた、ピンチを守りました、跳ね返した、マカイ、ちょっとこれ読みましたね。あっと、これは右、エブー、大事なところ、後ろに叩いた、おっと、なんか誰もいませんよ。頭を合わせた、アーシン、クロスから頭で合わせました。いい発表してますね。アン、後ろ、競り合った、おっと、危ないところでファールです。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。これ危ないでしょ。後ろからチェック、味方を探している、サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。戻します、ここでカット、センデルス、
アデバヨ、ディンベ、スライディング、ディンベ、エブーエ、センデルス、セスカ、右へ出した。いいマークでしょ。右へ出した。いい形。出ましたね。細かいボールの奪い合い。ここは一番逃れます。上半身を入れてきます。競り合います。そこからデミチェイス。いいところ出ました。ここはよく守りました。さあ来た。待ってますよ。ここでね、本当ファウルしてはいけないんですよね。さあリスタートになります。いいディフェンスを見せます。ここは戻ったディフェンス陣にしっかりと頑張った形になりました。これはクリアしました。左へ回して読まれた。北澤さん、はい、アーサー得点後の動きなんですがどのように映りますか。いや、いいと思いますよ。さらに勢いづいてきましたよね。なるほど。さあ、いけるか。マイナス方向だ。サンゴからの攻めを見せたんですが、ここは上回れています。レンズイン、落ち着いた反応を見せました。頭でつないで通りません。おっと、スペースに出した。パスナンバー、ここで激しいクリアした。サイドコンビングを見せましたが、ここは攻めきれませんでした。反対しても中にしっかりと入ってきますよね。もうここでフィッシュになりました。抜けるとチャンスになるところですからね。さあ、キッカーはホイスラー。ここは叩きます。一旦後方へ下げます。横へ持っていく。ドリブルで上がっていく。競っていく。ここにデミチェリス、いい形で切り込んでいったんですけどね。中盤落とし、いい形で前へ突破を図りました。激しいチェックが続きます。セリアット、ちょっと合いません。なんとクリア。誰かまだ見えなかったんですけどね。ここで動く。非常にこう仕掛け素早いですよ。右へ出した。さあ、攻撃に注目です。なんとファウルです。怒りにかなり興奮しています。しかし彼は今日打シーンが目立ちますね。さあ、競っていく。長すぎました。いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。外へ開いてきた。まもなく後半の30分が経過します。リュンベイ、この試合1得点。さあ、前で味方が待っています。強い。サンゴからの攻めを見せたんですが、ここは止まれています。パンチング、コーナーキックに変わります。誰に行きますかね。中を狙ってきた。ここはなんとクリアです。大事なところ、おっと、ここでボールを奪った。右に送って、おお、まだコースを探しています。いい攻撃だ。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。イエス、今のファウルです。なんと言いますか、ファウルが多い勝負になってしまいましたね。まったですね。まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけどね。中盤落とし、アンリイエス、お腹にボールの奪い合い。リム、今行ける。ここは精一杯クリアします。さあ、コーナーキックです。アーシン、得点のチャンスを迎えます。正面を狙ってくる。ヘルド、シュートは阻まれます。もう一度狙う。厳しいディフェンスだ。イエローカードもらった。かなり激しくなりますから、ね、ここ
行ってましたからね、取られちゃいましたね。先ほどのファウルです。もうちょっと体を寄せていればね、ファウルにならなかったですからね。そうですね。後ろからのバーク短くつなぎます。ゲームゲス10秒落としよう。小林さん、アレー側なんですけど、ピッチャーのところで選手が上回ってくるようになりますね。いやもうそうですか。中央から上がっていく、このスルーパスは開きますよ。下げた、おっと、これ大きいか。この位置からスローインに変わります。さあ、いけるか。次の攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。長いボールが出てきました。アリカリ、これはつながるか。うん、待ってくれ。あった、最後からの攻めを見せたんですが、ここは頑張っています。中では届かない。ディフェンスの選手です。ボールは右サイド、右のサイド上がっていきます。さあ、ゲームまだ持っていく、チャンスになる。ヘディングシュート、これに決めることができません。いいコースでしたけどね、もう少し落ち着いてればね、チャンスでしたね。はい、あの体勢から上げてきました。バイオ、スペースを潰します。これが通りました。10秒落としよう。どうぞ、プレッシャーをかけます。そしてゴーレンゲート手を奪われた。繰り返した。1対1だ。ここまでいったんですけどね、あっとタイミングが合わない。バイオ、だんだんとこの中盤で動きやすくなっているようにも見えるんですが、はい、運動量も増えてきましたね。取り返した。もう1回ゴーレンゲート。後半40分を回りました。繋がりません。よく走ります。イエス、追い返せるか。一人で上がってきている。さてコーナーキックに変わります。アーシーチャンスです。さあ狙っていった。ピンチを狙いました。短く落ちます。来た、詰め寄られた、読まれた。ちょっと合いません。さあ競っていく、いい攻撃。そして縦に出した、リスマイカーンです。フリーキックになります。強い、これはファウルの判定。はい、ピンチを迎えます。おっと際どいボール。しかし北澤さん、今のシュートいかがでしょう。今のは丁寧にいってほしかったんですけどね。カットします。後ろへキャンベル、左に振ってレジェス、これを返した。おっと変化ですよ。放った、弾いた。ここは一番乗れます。前に出した。おっと、ローレンゲット、センテロス、アーセン、右サイドから行きます。カットして第一のところ、しかしこれはファウルです。スタイル激しいマークを見せます。フリーキックです。レジェス、これは繋がらない。ここで後半終了、延長での決着になります。さあ北澤さん、後半戦の分ここまでについて何かコメントいただけますでしょうか。はい、両者全く譲らない非常に内容の濃い試合になりましたよ。本当にね、最後まで集中力を切らさないでほしいですね。はい、ありがとうございます。それでは引き続きハイライトをご覧ください。